シュシの死によって歴代王の教育係となり院の親となった太子文忠だが、最大のライバルを失ってしまったことは彼を孤高の存在に変えてしまった。院の中に彼と肩を並べる者が誰もいなくなったことで、皮肉にも孤独に追いやられてしまったんすね。そうなのじゃ。時の王たちと共に民の声を集め、進化と共に治世に取り組んでいった文忠けれど、失った者の心の空洞はずっと埋め合わされることがなかったのだ。だが、そんな文忠の前にあの男が現れる。畜生、この俺ともあろう男がこんな土地踏んじまうなんてよ。間に合えいが、とんでもねえことになるぞ。それにしてもすんごい大きい人っすね。ご主人がちっぽく見えますよ。いやー、うるさい、ほっとけほっとけ。背中に背負っている鉄の棒もまるで大木の幹じゃ。ち、誰か来やがった。くそ、ダメだったか。猛烈な振動とともにめくり上がる地面の上を、なおも大男は全力疾走する。あべべべべべ、一直線に地面を切り裂いていく巨大な霊柱。その先にあるのは城下の町っす。おー、城下城下。ご主人、キャラ変わってます。しかもつまんない。ああ、息を切らし、その後を追う大男、それは後の武勢を王彦の若き日の姿である。この時まだ彼は天下を流れる放浪の空にあった。それより数日前、戦海伝方針演技外伝第2話、放浪の若き王彦、長家に帰還し文忠と開口す。岩が崩れるぞ。信じられん、なんて男だ。真っ二つになった巨大な岩の裂け目から滝のようにほとばしる水、その中に腰まで浸かりながら逃げ遅れた者を担ぎ上げてゆく男。その背にあるのは今し方この大岩を砕いた巨大な鉄痕だ。だから言ったろ、見物するんだったら高台だってよ。すまない、まさか本当にやるとは思わんでな。そこのように子供たちが。だから、なんだって子供なんか連れてくんだ。見せ物じゃねえっての。おーれ、よし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 、しかしこれでこの村の田畑も潤う。水不足は解決だ。あんたは村の救い主じゃ。本当にありがとう。よかったらこの村に住まんか。わしの娘に身の回りの世話をさせるで。ありがたいが、そうもいかん。これでもしがらみってもんがあるみてな。そんでもこんなにうまいもん食わせてくれるんだったら、ちょくちょく寄らせてもらうぜ。そうか、そりゃ楽しみだ。ところがこの時に限ってとんでもないことが持ち上がったす。村長、大変だ。霊獣の子供がさらわれた。昨日の岩の下流に巣があったらしいんだが、水の勢いで地面がえぐられて流されたところを、運悪く旅の見せ物一座が見つけてな。なんと。ああ、あの巣なら知ってるぜ。そういえばここんところ親が離れてた。大方都へ向かったんだろう。長家じゃ珍しい動物が高く売れるらしい。バカなことを。そんなことをすればすぐに親が追ってきて大変なことになるぞ。そりゃまずいな。デイジだ。デイジが襲ってきた。早く女子供から先に逃がせ。前触れもなく襲いかかってきた巨大な霊獣に城下の町は大混乱に陥った。こりゃ手がつけられねえ。おい、でかいの！何してる？ごめんよ。おー、そっち危ないぞ！戻れ！踏みつぶされても知らんぞ！とにかく、
一座を見つけなきゃな。何だこって座長、霊獣の子なんかいいから逃げやしょうぜ。おたおたしてたらあの霊獣に踏みつぶされちまう。バカ野郎、あいつがミスミス見逃すってのか。残念だが今回は見逃してもらおう。な、誰だおめえは。その霊獣とはちょいと分けあれでな、見逃すわけにはいかねえんだ。こっちでもらおうか。どさくさに紛れて金づるを奪うたて、そうはいかねえ。おちゃおちゃ言ってねえでこっちへ起こせ。城下の民の命がかかってんだ。こいつに物言わせたっていいんだぜ。バカ野郎、王道そこまでだ。ああ、役人か。賊を睨み据える公彦の前に現れたのは側近を従えた大使文忠だった。賊同士で醜い奪い合いか、愚かな。金儲けにも程がある。全員捕まえろ。かかれ。おおい、待てば。おちょっと待たんじゃねえ。勘違いするな。おいいわ、こいつ抵抗するぞ。俺にタックルしてどうするんだっての。霊獣の攻撃、霊獣の霊獣が来た。ダメだ、我らの力では助けてください。文忠様、パオペイをお使いください。ならん、こんな町中で使うわけにはいかん。被害を広げるだけだ。金城は目前です。こちらの城壁を破られたら王妃や王子たちがおられる光景は目の前です。もはや金兵衛しか、文太子の先導の力に頼るしかないのです。やむを得んか。お願いします。皆下がれ。霊獣よ、すまんが院に害をなす者を許しておくわけにはいかん。待て、あの霊獣じゃ罪やねえ。その時、金弁を振りかざす文忠の前に光彦の巨体が踊り出た。うわあ！飛び込んでくるとは愚かな。下がれと言ったはずだ。もはや猶予はない。霊獣よ、消えてもらおう。待てー！苦しませはせん。待てってのが分かんねえのか、この大馬鹿野郎。一国の大使がただの力任せじゃまずいんじゃねえか。え、文忠さん、あんただって事情は分かってんだろう。誰だ貴様。てめえなんかに名乗るのはねえぜ。はっ、一人で霊獣を止めようというのか。なんてやつだ。国金、石の方は火の手が上がっています。南と北は守りのための開かずの門。今朝廷から逃げるとすれば東の端しか。その通りだな、馬車だ。橋が吹っ飛んでいくぜ。戦闘か。止めろ。なぞ素手で十分だっての。でもねえか。はい、一瞬際どく北麒麟の前足が郷彦の襟首を捕まえた。なんだ。子供を取り戻した大地の霊獣はそれ以上暴れず城下を去っていった。よかったっす。何者かは知らんが、とりあえず礼は言っておく。その謙虚さが大事ってことよ。ところで、そろそろ下ろしてくんねえか。それは文忠と光彦が
初めて共に院を救った事件だった。その翌日、文忠はこの一件を時の王に報告するため参大した。長家には相当の被害が出ましたが、被災民には蔵を開け、食料や物資を支給しています。復興には長家の守備兵と市民を挙げて当たっていますので、一月もすれば目処がつくかと。そうか、復興が気がかりではあるが、ともかくも大義であった。だからって喜べねえぞ。ったく、あれはなんてざまだ。誰だ貴様。陛下、ただいま帰朝いたしました。よくぞ戻ってきた。大使には紹介がまだだったな。いえ、存じ上げております。名門高家の嫡男、名前は彦。何？長い間旅に出ていたが、今回軍に仕官することになり長家へ戻ってきた。そうだろう。街中でパオペなんか振り回そうってやつがいるんじゃ、危なくってほっとけねえからな。数日前、西の谷で川を塞いだ大岩を砕いて農民たちを助けた大男がいる。あ、霊獣の子はその時地表に流され、見せ物一座にさらわれたということだ。さすがだな、文大使。確かに今度の事件のきっかけを作ったのはこの俺だ。コウヒコは笑いながら数日前のいきさつを話す。つうわけでだな、取り返しのつかないことになっちゃ、高家の名折れと、慌てて長家に舞い戻ったってわけよ。ともかく、これからよろしく頼む。なんて男だ。の指揮を任せたはずだ。うるせえ。先陣は俺の役目だ。大使ってのはな、主力の陣でドーンと大山みたいに構えてるもんだろ。ああ、行くぜ。しょうのない目立ちたがりめ。おめえこそいい加減現場離れろよ。どうせ行くぞ。その後、大彦は軍で数多くの武功を立て、自力で最高位の武聖王にまで上り詰める。でも大使文忠と武聖王コウヒコの怒鳴り合う声が宮廷内に響かない日はなかったっす。違うだろう、農村の用水路が先だよ。運河を通さねば食料物資の流れは滞り、長家は行き詰まるぞ。その食料を作ってるのが農村だっての。何でも都会が先ってのは納得いかねえな。あ、作った作物も人々に流れなければ蔵の中で腐るばかりだ。そん時は俺が担いで町家中に配ってやるさ。このアホ武聖王が。衝突を繰り返す中で、コウヒコのおおらかさは文忠の冷徹さをもみほぐしていった。ああ、もみもみ、はあ、そうやって二人はいつしかお互いに認め合い、感化し合うようになったっす。そうそう、そして最も信頼し合える友となった。やがて彼らは国の守りの双璧となり、後に即位する中央と共に院を治めてゆくのである。